アッシュレイディオ。さあ始まりました。アッシュレイディオです。おはようございます。おはようございます。始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、もうすぐ春になってすぐお花見の季節になっちゃいますね。いや本当にそうですよ。本当に3月ってなんか一番印象にない印象にない印象にない可能性がありますね。なんか3月、2月は寒いっていう印象じゃないですか。ああ、え、そういう印象あります。ある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 。2月って一番寒いぐらいの印象あります。印象ある、印象ある、めっちゃある。でも4月って春の印象ありません？印象ある。この3月のトランジションすごくないですか？確かに3月何があったんだっていう。うん、3月は一番寒い時と一番過ごしやすい時の間の1ヶ月のこの急成長、それは桜のつぼみを開くわっていう。確かに3月ってなんだろう。まだでもちょっと寒いっすよね。いやちょっと寒いけどでもやっぱだいぶ暖かくなってきて、気持ちは暖かくなる。だから2月が寒いっていうことがもう違うかもしれないですね。ああ、現代の四季において、うーん、2月はもう春の準備、うんうんうん、でもう3月は春の整え、4月が春、なんかそういう感じですか。5月は春の余韻、はい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 、6月は雨の匂い、7月は夏の準備、8月は暑い、9月はまだ暑い、で9月末ぐらいから10月にかけて冬の準備、うん、まあでもやっぱすごいのが春、あ、じゃあ夏と冬だと思うんですよ。うんうんうん。もし気温をグラフ、気温をあの棒グラフみたいなやつで書く、棒グラフっていうか、うんうんうん、折れ線グラフで書くとしたら、うん、8月暑いですよ、じゃあ12月1月寒いですよっていうこの上下差じゃないですか。うん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 。でもその間に春と秋っていう概念を入れたのがすごくないですか。ああ、そうっすね。確かに中間のね。そう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 。日本だけなんですかね、そういう四季っていう文化って。アメリカとか。いや、一応フォーシーズンっていうのはありますけど。ああ、そっか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 。でもやっぱ日本ほどその四季の感じを大事にしてる国はそんなないんじゃないですか。やっぱ何が一番素敵かっていうと空も変わるじゃないですか。うん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 。ああ、そうっすね。これ一番、なんか一番すごい気がするな。あ、確かに変わる。あとはなんか街のカラーリングとか、うん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 、なんかすごいその季節を大事にしますね。確かに確かに。こちらの香箱街のとか、あ、確かに季節大事にする。こちら菜の花の、うん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 、春のお魚とかあるしね。そう、こちらサンマです。うん、こちら今あの美味しいタチウオになってます。和食屋さん、寿司屋さん。いや、そうだな。お花見とか去年したっけな。してなくないですか。しました。してないかもしれない。なんかコロナの緊急事態宣言もあった。あー、それ去年かも。はい。1年早っ。マジか。去年ですよ。いやー、いろいろありましたね、うん、そう考えると。そうなんだ。で、去年の今頃はなんか武漢でなんか肺炎っていうのが流行ってるらしいよくらいじゃないですか、まだ2月だと。ああ、そうですね。で、アメリカでインフルエンザだっていう、そう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 、あれがあって、で、ダイヤモンドプリンセス号がみたいな。ああ、ダイプリ、ダイってなり始めて。ちなみに、ね、ダイヤモンドプリンセス号ってあれ日本カウントされてないんですよ。え？コロナ感染者数になんかよくダイヤモンドプリンセス号を除くみたいな。ああ、書いてあるな。じゃあどこの？あれはなんか責任がすごく曖昧で、なんか船の上だとか、なんかそういうので日本で発症したんじゃないっていう言い方。はい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 。じゃあどこにカウントされてる？なんかそういうのも難しいですよ、国防っていうのが。ああ、すごいですか、国防っていう考え方。国防省、防衛省。防衛省、国防省はペンタゴン、アメリカ、アメリカがペンタゴン、ホームランドセキュリティ、うん、アルソック。それはアルソックが何セキュリティだ。ホームランドセキュリティですか。ホームセキュリティじゃない。ホームセキュリティか、うん、アメリカの国防総省はホームランドセキュリティじゃないかな。ホームランド、なんかそんな名前の。へえ、
ホームランドって、あ、ホームランドね、はい、本国っていう感じか、はい、あ、ペンタゴンとかかっこいいですけど、名前、名前かっこいいですよ、うん、日本もそういうなんかなんかあの、大統領の部屋もオーバルルームみたいな言いません、オーバル、あー、楕円、はい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 、はい、みたいな、うん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 、で、ペンタゴンも、うん、ペンタゴン、六角形、うん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 、みたいな、あの建物がね、はい、その形で、あー確かに形で、首相官邸とかないですよ、ホワイトハウスですよ、すごくないですか、その、なんだろう、色白い家、六角形、楕円みたいな、その確かにな、そうっすね、そこら辺のなんか、なんかそういう言葉の美学というか、なんかその言葉で生まれる、なんだろう、文化みたいなのありますよね。そうですね、で日本で例えばビルでも縦長っていうビルとかないじゃないですか横長とかなんか確かに丸ビルは丸くねえし、そうなんですよ丸のうちの丸だから、そうなんですよ大阪の丸ビル、大阪にも丸ビルっていうのが確かあって、それも丸いんですよ、あそうなんだまあそんな、まあ、そんなね、季節の話からペンタゴンの話までやってまいりましたけど、ちょっと今日はトレーニングについて質問が来てます。ほう、はい、今日も来てるわけですね。今日も来てます。トレーニングについて、お腹の贅肉を落とすにはスクワットが有効と聞きました。なるほど。素人ながらお腹であれば腹筋を鍛えるべきだと思い込んでいました。もしお腹の贅肉を落とすのにはスクワットが本当に有効なのであれば、その理屈を知りたいです。あー、いい質問ですね。はい、これはもう皆さん僕も思ってましたけど、はい、どういう理屈でしょうかという、これはなんか日本のフィットネスインテリジェンスが劣っているのか、うん、そもそもみんな運動していないのか勉強してないのか、うん、なんかそういうの学校でやるべきなんじゃないですか。だって体のことじゃないですか。はいはいはい。要はスクワットっていうのはその体、人間には筋肉があって、うん、スクワットっていう動きは、うん、できるだけ多くの筋肉が動員されるんですよ。はいはいはい。足の筋肉、うん、お尻の筋肉、ふくらはぎの筋肉とか、うん、お腹の筋肉、うん、胸の筋肉、背中の筋肉、首の筋肉、もうほぼ全ての筋肉が動員されると言ってもいいぐらいの種目がスクワットなわけですよ、うんうん、で、その筋肉、多くの筋肉をダイナミックに動かせば動かすほどカロリー消費量とか、うんうん、まあ要は疲れるんですよ。うん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 、疲れるね、確かに、うん、で、わかりやすく言えば、うん、人間は疲れて消費するものと入ってくるもののバランスで体が変わるわけですよ、うんうんうん、すごくシンプルに言えば、はい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 、はい、だからたくさん走って何も食わなかったらずっと痩せますよ、うん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 、で筋トレではスクワットをすると、うん、たくさん疲れて、うん、痩せますよって言われてます、うん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 、ああはい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 、でなんでお腹の贅肉が落ちるのかっていう話です。ああ、それで言うとその体脂肪っていうのは、うん、頭のつま先から、頭のつま先どこですか頭のてっぺんから足のつま先まで、うん、もしくはかかとまで、うん、なんだろう、1枚構造というか2枚構造というか、うん、バームクーヘンみたいになってるってこと。バームクーヘンでは全くないすぐ甘いものに例えちゃうあのガトーショコラみたいな感じですねミルクレープみたいな。あー、はい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 、いやちょっと僕も分かんないですだからこう層になってるってこと。こうそうそうそう、だから体のそこだけ痩せるみたいなのがないんですよ。要はこう均等にこうへばりついてるという。そう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 、うん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 、だから均等に、うん、全てのパーセンテージが落ちていくんですよ。あで、お腹はやっぱり溜まりやすいし、うん、体脂肪も溜まりやすい性質を持ってる場所なんで、うん、まあ溜まりますよね。はい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 。だからお腹の特に下っ腹が多分落ちるの一番最後じゃないですか。落ちるか、目に見えて落ちるのっていうのは、うん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 で、腹筋をしちゃいけないのは、うん、腹筋で筋肉がすごく小さいんです。腹直筋っていう筋肉で、うんうんうん、溝落ちから恥骨ぐらいまでついてるんですけど、うんうん、小さいんでそこをいくら鍛えてもエネルギー消費が少ないよってだけの話です。だから腹筋鍛えたところでエネルギー消費が少ないからお腹の贅肉が落ちる、なんだろう、その効率が悪い、効率が悪いってことです、はい、で
筋肉を鍛えたら筋肉がボンって出てくるっていうのはもう超トップボディービルダーの世界なんですよ。よく女の子とかもなんかそれやったら足が太くなっちゃうとか言うんですけど、うん、筋肉を大きくするっていうことはもう死ぬほど難しいですよ。どんだけ大きくできるかっていうことに本当に筋トレを死ぬ気でやってる、それを仕事としてやってる、もう世界中のプロの人たちがやっと筋肉を増やせるかどうかやってるんで、あの腹筋をしたぐらいで腹筋は割れない。普通の人レベルの腹筋だったら全然なんか割れるとかじゃないです。っていうか腹筋はそもそも割れてるんで。ああそっかそっか、脂肪が落ちれば。そう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 、だからどちらかというと最初は体脂肪を落とすっていう努力をし、体脂肪を落とすっていうことにコミットした方がいいんだって考えると、結局筋トレをしたりとか、うん、有酸素運動をしたりするわけですよ、うん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 。でもその筋トレも有酸素運動も全部セットになってる、そんなプランがあったらいかがですか。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいですよ、うん、って言って皆さんぜひビーツに行って通ってるわけですよ。そういうことだ。そうだねっていうロジックをいくら話してもなんかよくわかんないし、うん、なんか面白くもないんで、とりあえずあのエナジストと戯れるっていう。そしたら気づいたらめちゃめちゃいい体になってるっていう。そうかそうか、そういうことだ。だから女性がよく足細くしたいとか言うじゃないですか、うん、もう全部スクワットするそういうことだ、はい。でもスクワットしたら足が太くなるイメージがあるからしたくないんだけど、そうじゃないってことだ。そう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 いうことだ。だからそれで言うと、その女性は間違った知識が頭の中に、もしくは正しくない、うん、正しい知識が入ってないじゃないですか、うんうんうん、正しい知識が入ってないっていうだけでそこまでスクワットが怖くなったりとか、うん、間違った努力をしてしまったりするんですよね。だから知識はすごく大事ですよ。めちゃめちゃ大事ですね。はい、え、なんかそういうの多い気がするな。足太くしたくないからスクワットやらないみたいな。そう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 、でもスクワットちょっとやったぐらいで、スクワットやってないから足が太いんですよ。だからその足が太いっていうのも、うん、その筋肉が太いって言ってるのか体脂肪が多いって言ってるのか、どっちですかって話なんですよ、その、うんうんうん、フィットネスの人からすると、うんうんうん、でも女性が言ってる足が太いっていうのは、うん、99% 脂肪が多いって話なんですよ。うん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 、はい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 、はい、でいくらその、うん、スクワットしまくっても、うん、筋肉が太くならないんで、うん、その極端にね、うん、だからその体脂肪が減るだけなんですよ。うん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 、だったらスクワットしよう、やった方がいいの、はい。だ結構女性はその体脂肪の話してるのか筋肉の話してるのか分かってない人が多いし、うん、体重の話をしてるのか水分の話をしてるのか分かってない人も多いし、うん、なんか痩せたいって言いながらスイーツ食ってる人も多いし、うん、で糖が体脂肪になるっていうことを知らない人が多いし、うん、スイーツは食うんだけど脂身を残す人が多いんですよ。あこれもう全部間違ってる。僕それがなんか一番ちょっとなんかあの絶対説教はしないですけど、うんうん、説教したくなるのはそこかもしれないですね。甘いもん食って、うん、あのコーヒーとか紅茶とかに砂糖入れて、うん、で脂身を残すっていう、うんうん、ステーキの脂身とかです、はいはい、脂身がすぐ脂になると思ってるから。そう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 、あそれはあるかもしれないですね。油を食ったら油になる。そう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 、なんかささみ食ったら筋肉。じゃあ糖質なんだよって話です。砂糖を食ったら甘くなる。ちなみにこれ僕の個人的な質問なんですけど、筋トレしてる人が、まあ、うちのエナジストもそうですけど、うん、めっちゃ水飲んでるじゃないですか。あれって筋肉の修復とかに水が必要なんですか。はい、体の中の水分量は、まあ、いろんな意味で大事で、うん、まあ、いろんな意味合いがありますけど、一番は循環じゃないですか。ああ、循環。水ってやっぱ循環、うんうんうん、要は筋肉が体に運ばれるのも血液を通してなんですよ、うんうんうん、じゃあ血液って水じゃないですか、うん、だからその血液を運ぶためには水分量が絶対必要なんですよ。なるほど、なるほど。で、その体脂肪っていうのは勝手にボンって消えるんじゃなくて、うん、血液に流れて体脂肪って出てくるんですよ。へえ、だからそもそもその水分が入ってないと筋肉にも栄養がいかないし、うん、体脂肪も落ちないんですよ。でこれはあの自然もそうだし、自然界も動物界 もうフィットネス業界もビジネスの世界もそうだけど、循環っていうのはすごく大事で、うん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 、いかにたくさん入れて、うん、いかにたくさん出すかっていうことしか、その自然界動物界の価値はないんですよ。はい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 、そういうことだ、循環で、ね。
循環なんですよ。あ、ぜひその循環っていうところね、でもあれしてみて。ありがとうございました。ありがとうございます。